皆さんどうもこんにちは。こんにちは。19歳シンガーソングライターのおこと言います。今日はよろしくお願いします。それでは早速1曲目聴いてください。生きる。広がる世界で今を必死に生きてる人たち、その中で埋もれちゃって何もできず涙して、この悔しい気持ちをどうしたらいい？ねえ教えて。誰かの弱さを見つけてはアウシして、だからいつまでも落ちこぼれたまま。その中で生きてるのに何も信じられなくて、また優しい気持ちを忘れていた。ねえ許して最新がソングライターのおこと言います。おこはですね、ひらがなでおにちっちゃいつにこですね。ちっちゃいつをね間違えてね、ちっちゃいつにしないとですねおつこになってしまうんですよ。ちょっと残念な感じになってしまうんでね、ちゃんとつをちっちゃくしていただけるとね嬉しいです。まあこんな感じで今日はですね2曲だけなんですが、ホットラインさんにね出た理由みたいのがありまして、19歳のうちになんかね、まあ、夢はもちろんメジャーデビューすることなんでね、19歳のうちにどれだけねどれだけの人に歌を届けられるかと思って、大きな大会に出ようと思って、今日はこれで3つ目くらいの
コンテストなんですよそうなんですよ。だからね、それで11月に20歳になるんですけど、その時にあのワンマンライブをね、大きくねやりたいと思ってるんで、まあ、あの今日出会えたのも何かの縁かと思いますんでね、ぜひ路上ライブとかもたくさんやってますんで、ツイッターブログをチェックしていただいて、あのライブにね来ていただいてもらえると嬉しいです。はい、なんか結構曲が短いんで、まあ10分もらってるんで、もうちょっと喋ろうかなと思うんですけど、あんまりなんだろう、若い人っていうか、まあ自分も若いんですけどまだ若い人がいっぱい聴いてるライブっていうのは私の中で結構珍しくて、今日はなんかいつもと違う感じの緊張感が、ホットラインだからとかじゃなくて、なんか若いなと思ってね。でもちょっと後ろ見るとね、若くない人も混ざってるんだけど、分かんないとか言って、そうそう、今日ね、うちのおばあちゃんが来てて、そうそうそう、駅に平均年齢上げてもらってね、はい、まあまあまあ、中間の方もいますけどね、まあ大体若いということで、なんかいろいろ共感してくれたらいいなと思います。それでは最後の曲になります。新しい曲です。新しい曲、新曲です。あんまり今日女の人がいないんですけど、実はこれ若い女の人にすごい聴いてほしくて、同年代の女の子が、あ、こういうのあるあるって思えるような曲を作りました。まあ、女じゃない人はね、まあ、大半女じゃないんでね、妄想して聴いてくださいそれでは聴いてください。恋電話。今日もかけれなかった、眠れないくらい考えてくらい、好きな人がそこにいるのに、声が聞きたい、どうしようもないくらい、どうしてどうしてなの、自分の心に嘘をついたとしても、あの日の君の声忘れられないんだよ、どこにも行けずに進めない想い、また
ひとつあなたが大きくなってく。どこにも行けずに進めない想いは体の真ん中に静かに隠した。自分の心に嘘をついたとしても、あの日の君の声忘れられないんだよ。どこにも行けずに進めない想いは体の真ん中でゆらゆら揺れてる。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。